おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ2652です。はい、今回紹介するのはですね、前回ね粗大モードの方を組み立てました、こちら中華製プラモデルの JW021 ですね。ちょっとね会社名とかねその辺がね読めなかったんで、こんな感じでね商品名というかなんというか、それだけちょっとねお話ししておりますけど、前回はそちらの方の素体モードですね、そちらを作っていきましたということで、今回ですね武装モードを作っていきたいと思いますが、従来のね女神デバイスとかだと、こいつに対して組み付けるパーツとしてね、腕だったり足だったりね、ボディーパーツ、ヘッドパーツっていうのを単品で作ってって、あとは組み付けるっていう形ですけど、こいつに関しましては武装モードとしてもう一個仕上がるっていう感じになっておりますので、前回の素体モードとね同じような感じでもう一個ね新規で作るような形となっております。で、先ほどね言いましたけど、こちらですね、商品名としては多分こちらだと思います。で、メーカー名がこちらですねとなっておりますよと。はい、で、素体モードというのがこちら、武装モードがこちらでね、言ってる通りですけど、これそれぞれね独立して作ることができるという流れとなっておりますので、早速ですね武装モードの JW021 ですね、そちらの方を作っていきたいと思いますんで、パーツの方ですねささっと用意してしまいたいと思います。はい、パーツ一式準備できました。一応この辺が頭部パーツ、ボディとか腕とか足とかいう風に用意してありますと。で、ここですね、胸部パーツとか腰回りですね、これに関しましては素体モードとね同じ部分になっておりますので、ここまで作ってありますよと。ただですね、一部分色が違いますので、説明書をねしっかりと確認して作る必要性があります。というのもこちらですね、この赤、この色で武装時のパーツを作りますよと。このねボディーパーツ、黒バージョンがありますのでね、それで作ってしまうと素体モードとね同じになってしまいますので、ちゃんとね赤で作る必要性がある、こんな感じになっております。はい、で早速ですね作っていきたいと思いますが、まずは頭部パーツから作りますよと。頭部パーツに関しましてはこの2つかな、こちら、これを用意しまして、これ同士を重ねるのかなと。で、これ前髪だ、これじゃなくてこいつですね、こいつをここに入れますよと。まあ、ここはね、なんとなく、素体モードの時と同じような感じですね。で、これができましたら、こいつをね、ここに組み付けてあげましょう。で、これがね、準備できましたら、ここに表情パーツをつけますよと。ただですね、とりあえずここの部分がまだね、穴の調整していないので、とりあえず、こいつに表情パーツをつけるのはね、ギミック編にしたいと思いますけど、実際はね、ここに表情パーツをつけると。で、これが準備できたら横にですね、こちらの髪の毛パーツを入れますよと。まあ、入れるポイントは決まっておりますので、まあ、ここにね、しっかりと入れてあげましょう。はい、こんな感じと。で、これができましたら前面部分に前髪パーツをここに入れるという感じになっております。まあ、とりあえずですね、表情パーツなしでもつけれるんでね、こんな感じでとりあえず頭部パーツを作っていこうかな。はい。一応こんな感じでね、このパーツができたと。これができましたら上の部分に対して、こいつですね、こちらの丸いやつをここに入れますよと。こんな感じ。まあこれ見ていただくとね、なんとなくわかると思います。表情パーツの交換がねめちゃくちゃめんどくさそうですね。はい、でこれができたら中心部分に対してパネルをつけるよと。で、多分それがねこちらのね金色のパーツだと思います。これがここに入るよと。で、これが入るのはいいんですが、この状態で、あ、大丈夫だね、抜けた、よかった。一応ここのですね、穴が開いておりますので、ここのところにですね、この金色のパーツがね通ってしまうと、これまっすぐ抜けなくなりますんでね、毎回このパーツ外すのかなってちょっと思っていたんですけど、とりあえず無事にねスポッと抜けたんで、一応良かったかなと。はい、まあ、一応こんな感じでね、真ん中のところにパーツをつけますよと。これができたら横にね取り付けるパネルパーツを用意すると。それがこちらのね金色のパーツ、これに対して、これですね。中心部分に穴が開いてありますけど、このパネルパーツがこの辺に入るはずなんだよね。これじゃない。こっちだ。こっちでしたね。もうちょっと大きいやつですね。それがここの部分にズボッと入りますよと。これが入ったら、中心部分にこの赤いね、細いパーツをここにズボッと入れてあげますよと。で、これですね。ちょっとやりづらいんで、十分注意しながらね、紛失とかしないように、ここにズボッと入れてあげると。で、全体的にね、どうしてもやっぱり軸硬かったりとかするのでね、
これ差し込むときに無理やりね、やってもいいんですけどね。破損の心配があるんであれば、ちょっとですね、穴を広げておいて、実際は接着するような感じの方がいいと思いますけどね。まあ、とりあえずこれをここに入れますよと。はい、こんな感じで入れましたと。で、これが入ったら下のところにこちらのパーツを入れてあげますよと。はい、こんな感じでね、こちらのパネルパーツ1枚できたと。これができたらね、もう1枚同じ形で作りますよと。このパーツは横ですね、のところに配置すると。その時に穴がですね、下の方にもありますけど、この穴っていうのはこちらがですね、前面側につけたパネルを取り付けてる穴になりますので、それよりもね、上にある穴ですね。ここの部分に対してこいつを組み付けるという感じになっております。はい。ちょっと細いのでね、付けるときに折らないように十分注意しながらこのような感じ入れますよと。で、これができたら上ですね。ここの部分に2箇所ね、溝がありますので、そこの部分に対してこいつを入れると。一応説明書ではね、これが先になっていたんですけどね。一応これをここにズボッと入れてあげと。で、これですね、奥深くまでしっかりと入れてね、組み付けてあげましょう。はい。向きというかね、それが一応決まってはいるんですけどね、一応長さが違いますんでね、問題なくつけることができるんじゃないかなと思います。はい。こんな感じでね、中心部分に2つ入れましたと。これができたら今度ね、後ろにつけるパーツを用意するんですけど、そのパーツがですね、こちら。黒いパーツかな。こいつに対して、グレーのね、こいつを用意するよと。向きを確認しながらね、ここの部分に正しい位置にセッティングしてあげましょう。はい。で、中心部分に対して黒いパネルですね。こちらのパネルパーツがここに入りますよと。で、さらに上のところにこちらね、金色のパーツがここにセッティングされて、先ほどね、セッティングするときに間違えたパネルパーツをここに入れてあげるってね。こんな感じで重ねていきますよと。これができましたら、こいつ自体をくるっと回しましてね、後ろのところにある2つの溝ですね、そこのところにちょっとね、L 字っぽくなっているこちらの形のパーツをここに入れましょう。もう一つ同じような感じでここにね、入れてあげますよと。はい。これでね、このパネルパーツできましたので、こいつをね、後頭部のここにですね、セッティングしますよと。グッとね、こんな感じ入れると。これができたら後ろのここに対してこいつかな、こちらのパーツを形状合わせでここに入れてあげましょう。多分合ってるはず。で、これがね、セッティングできましたら、こいつですね、ここの横に2箇所ですね、こちらとこちらにね、ちっちゃい穴が開いてると。ここに対して付属のワイヤーですね、こちらが付属のワイヤーです。これとこれですね、2本付属しているはず。で、それのうち細い方だと思いますね。それをですね、好みの長さで切ると。一応何センチとかね、そういう指定はなさそうなんでね、これ半分に折って切ってもいいですし、ものすごく短くしてもいいよと。で、とりあえずね、こんな感じでね、ちょろんとね、こういう風に切れっぱみたいなやつがね、ありますけど、これはですね、以前紹介しましたビビアンハイハですね、その時に使ったワイヤーの残りとかになっておりますけど、ちょっと今回ね、これでいきたいと思います。気に食わなかったらこいつをね、切るかもしれないですね。一応このパーツを用意しましてね、これに対してこちらのね、金星形というか、これをここに入れると。ただ今やった感じ太さが違いますね。なのでこの細いやつが後々使うこの赤いやつ用かな、あー、穴的にはそれっぽいですね。なのでこいつに関しては太いやつを使わなきゃダメなんですね。ちょっと合わせてみますか。これをズボッと、あ、入りますね。やっぱこうですね。なのでこれを使う必要性がありそうですね。で、これはね、長さが指定ないんですよね。なのでグッと曲げてね、半分ぐらいにして切っておこうかな。まあこれは好みの長さなんでね、もっと短いのがね、いい人は短くすればいいですし、長いのがいい人は同じものをね、もう一本入手しておいて一本ずつ使うのもありだと思いますけどね。とりあえず今回私は半分にして使っていきたいと思います。ちょっとこんな感じですね。適当には切りましたけど。こんな感じにしたものをここに入れるよと。で、結構硬いんでね。とりあえずこれに関しましては2本ともね、入れて先端にね、この金色のパーツつけてしまいたいと思います。はい、取り付け完了となります。ここの根元めちゃめちゃ硬いんでね。実際はちょっとグリッとね、
穴広げてあげた方がいいかもしれないですね。で、それでスポスポ抜けるようだったら接着すると。先端のこれも同じですね。まあ長さがこれ気に食わない人はね、調整する必要性があると思いますけどね。まあ一応こんな感じで頑張って刺しましたと。はい。一応これでね、頭部パーツの方が完成という形になりますよと。で、次に胸部パーツを作ると。胸部パーツのベースですね。ここの部分は素体モードとね、同じなので、同じ形で作るよと。で、ここね、肩パーツちょっとつけてありますけどね。これはちょっと避けてしまおうかな。はい。一応こんな感じ。で、背中のここのパーツなんですけど、これ、金色のやつがついておりますけど、素体モードはね、こちらのベースと同じね、グレーでした。ただ実際の設定色がこれ赤っぽいので、完全に再現するためにはこれね、塗装する必要性がありそうなんですよね。まあ一応、素体モードとね、同様に胸部パーツというかね、ここを作りますよと。これができましたら今度ね、つける胸パーツを用意しますが、それがこのパーツになりますよと。こちらのですね、底となるパーツ。それに対してグレーのパーツを設けて、上に肌色ですね。これをつけるよと。ここの構造は素体モードと同じなんですけどね。つけてる下のね、黒いパーツが違いますんでね。専用のやつを用意してあげまして、側面からこちらのね、赤いパーツを組み付けると。反対も同様に組み付けてあげますよと。はい。これで武装時のね、胸部パーツができましたので、あとはここにズボッと差し込んであげると。はい。これで胸部パーツができたので、次に腹部ですね。腹部パーツも先ほど言ったことではありますけど、黒ではなくね、赤でこういう風に仕上げてあげて、足回りですね。こちらはちょっとね、避けてしまいますけど、この状態まで作ってあげると。これができましたら、今度ですね、中心部分につけるパーツとして、こいつですね。この黒いやつを用意してつけてあげる。このパーツに関しましては、素体モードとね、一部違うと。上の部分がね、えぐれておりますので、ここに対してパネルパーツですね。こいつをここに入れてあげる必要性があります。で、これができたら腰回りとなるこのパーツですね。こちらのパーツを組み付けてあげましょう。はい。で、これがね、セッティングできましたら、こいつに対してフロントとなるパーツとして、この黄色のやつかな。これがここに入るよと。ただ、このパーツですね。今ちょっと置いてありますけど、この布ですね。これをね、挟む必要性がありますよと。まあ、挟まなくてもいいんですけどね。脱着を考えるんであれば、このパーツね、接着厳禁になると。で、さらに後ろ回しましてね、上のところに対して、こいつですね、このパネルパーツがここにね、ズボッとはまってくれると。はい。こんな感じ。で、これができましたら、横につけるパーツを作りますよと。横につけるパーツというのがこちらになっておりまして、このベースパネルですね、こちらの下の部分に、こちらのね、金色のパーツを差し込んであげる。で、裏側にこちらのパーツをつけてあげるよと。まあこれはですね、見た目重視のパーツですね。ちょっとですね、奥まった位置に刺さなきゃいけないので、ちょっとやりづらいんですけどね、これを差し込んであげる。上のところに取り付け用のね、こちらのね、マウントパーツというか、これをプチッと入れてあげて、この形にするよと。はい。で、こちらの側面ですね。ここにもですね、ちっちゃいプチッとね、穴が開いておりますので、ここに対して先ほどね、ちょっと間違っておりました、この細いタイプのワイヤーですね。これを入れるよと。で、これに関しましてはね、一応射出状態を再現できるパーツとなってるみたいなので、これはね、長いやつでもいいですし、短くしてもいいですよと。ただ短く切ってしまうとね、こっからちょろんと出ておしまいになりますんでね、これと同じ太さのやつをね、もう一本用意しておいて、通常時取り付けてる。あとは射出用に長いやつというふうにね、用意した方がいいかなと。で、その時に、こちらですね。先ほども言ったものではありますけど、ビビアンハイハンの時にね、使った余ったね、ワイヤーですね。これをちょっと組み付けておこうかなと。まあ、基本装備はね、こちらの短いやつでもいいのかなと思うので、まあ、こんな感じで組み付けてあげましょう。はい、なんとかつけました。非常に大変でしたね。こちら赤いパーツに関しましてね、穴が結構ちっちゃくなっておりますんでね、この線の太さに合わせて、ちょっと穴を広げた方がいいと思います。これと同じものをもう一個作りますよと。はい。で、あとはね、作っておいたこちらのパーツの横ですね。に対して組み付けていきましょう。一応こんな感じですね。はい。一応これでボディーパーツがね、ここまでできましたと。いうことで、次にですね、腕のパーツを作っていきますよと。腕に関しましては、まず肩ですね。こちら。これはですね、素体モードと同じように肩パーツを作っておきますよと。で、これがね、準備できましたら、二の腕となるね、こちらのパーツのところに
こいつですね、肘関節を設けるよと。この時にね、向きが決まっておりますのでね、それを一応把握しながらつけていきましょう。はい。というか、これですね、セッティングができた状態で、こんな感じでね、配置したら、一応こういう風に肘が曲がるかですね、この状態でチェックした方が早いと思います。で、一応反対側からね、もう一つのパーツを使って固定すると。こんな感じでつけてね、これで大丈夫と。で、あと、こちらがね、前腕になりますけどね、このパーツも同様につけてあげて、ちゃんとね、肘が曲がるかっていうのを確認しておいた方がいいですね。はい。一応このような感じでね、このパーツをつけたら、次はですね、ここのパーツに対して、こいつですね。これが上に入るよと。で、このパーツですね、今こういう風に作ってありますけど、このパネルパーツ、かなり外れやすいので、先に接着してあります。前腕に関しましてもね、同じなんですけどね、一応こんな感じでね、このパーツをつけたら、肩パーツをここに組み付ける。で、横に対して、こちらね、グレーのパーツがここにはまりますよと。このグレーのパーツもですね、後々接着した方がいいかなと思います。で、さらにですね、前面部分、ここにですね、ちょっとつけてなかったんですけど、この黄色のね、この細いパーツ、これがここに入ると。なので、ここのパーツをね、つける前に先につけた方が楽ですね。ここの部分ですね、非常にわかりづらいんですけどね、2箇所溝がありますので、そこのところに対してこの黄色のね、細いパーツをズボッと差し込んで組み付けると。ただこのパーツ、かなり細いのでね、つけるときにミスると折れたりとかね、する危険性がありますので、十分ですね、注意しながら、ここのポイントに対して差し込んでいきましょう。はい、なんとか差しましたと。で、これが準備できたら、ここにこいつを入れてあげて、肩パーツを入れるという感じですね。で、これがですね、入りましたら、次に前腕をつけていきますよと。前腕はね、先ほど言った通り、こちらのところにね、組み付けていきますが、ここの金色のパーツ、で、ここについているグレーですね。これがですね、非常につけづらいと。とりあえずこのパーツ、金に関しましてはね、腕全体作った後につけるっていうよりも、パーツ単体で先にね、このような感じで組み付けると。で、こちらのグレーのパーツに関しましてはね、軸がちょっと太かったりとかしますので、事前にですね、穴をね、削るとか、軸部分を削ったりとかして、しっかりと入れると。で、接着をすると。そういう風にした方がしっかりと固定できます。で、とりあえずね、こんな感じでパーツ準備できたので、こいつを組み付ける。で、さらにこちらね、グレーのパネルパーツを前面に配置して、反対側からこいつを使って固定すると。このような感じでつけてあげましょう。はい。これができたら前面部分に、こちらのですね、クリアパーツを差し込んであげる。で、裏側のところに、こちらね、ブレード状のパーツをここにプチッと入れる。さらに横ですね、肩部分にあるこのボールのところに対して、こちらのね、赤いパーツをここに入れると。で、この赤いパーツを入れるときに、このグレーのパーツだったりとかね、このパネルがスポッと抜けることがあるので、気になる方はね、この辺ね、事前に接着とかした方がいいと思いますが、これで腕パーツができたと。で、あとはね、手首ジョイントがありますんで、とりあえず適当に1個セッティングしておこうかな。はい。一応このような感じで作ってあげると、これでですね、腕パーツが1個できたという形になります。あとですね、作ってない方の左腕で、ね、作っていきたいと思います。はい。ではですね、今回組み立て最後となります、脚部パーツですね。それを作って終了したいと思います。まず脚部パーツに関しましては、こちらですね。膝関節をまず作りますよと。こんな感じ。で、これができましたら、この板状のやつが下になるようにね、持ってあげまして、上のところにこちらのパーツを組み付ける。で、反対側からこちらのパーツをつけますよと。はい。で、上のところにこちらのね、パーツがここにザクッと入ってくれると。これが準備できましたら、下のところに対して、こいつですね、スネパーツを入れるよと。で、この時に向きですね、これが決まってくるよと。ここにですね、くぼみがあると思いますけど、ここのくぼみがですね、後ろですね、になるようにこういう風に作ってあげましょう。で、下のところに足首を取り付けるジョイントパーツ。で、先ほど言ったくぼみのところにこのシリンダー状のパーツが入りますよと。で、このシリンダー状のパーツに関しましては、こいつですね。以前紹介しましたヴィヴィアンハイハの時のような感じでね、足の可動にね、連動して動くギミックは特にないっていうね、そんな感じでこういう風に組み付けてあげましょう。はい。で、これができたら装飾していきますよと。
今つけたね、このシリンダーのパーツを固定するようなイメージで、このパーツをここに入れてあげますよと。で、こちらのパーツをつけると。前面側のところに軸がね、出るように、このような感じで組み付けてあげましょう。上のところにこいつですね。この黒いパーツをつけて装飾する。プラスですね、このパーツって装飾だけではなく、先ほどね、入れたこの黒いパーツとこのグレーのパーツですね。これを連結するようなイメージにもなっておりますんでね。こんな感じで正しくセッティングしてあげましょう。で、これができたら側面ですね。ここの部分に対して、このクリアパーツですね。こいつがここに配置されますよと。で、これがですね、セッティングされると。確か左右で形状が決まってるはずなんでね。それを把握しながら、ここにですね、まずクリアパーツをセッティングしてあげましょう。で、これを固定するようなイメージで、この黒いパーツですね。が入りますよと。で、これが入りましたら、次に上のところに金色のパーツが入ると。こんな感じでね、固定していきますよと。反対も同様につけていきましょう。はい。で、こいつですね、ちょっと細いんでね、力のかけ方によってはね、折れてしまう可能性がありますんで、十分注意しながらね、こんな感じに入れてあげると。で、前面のね、すね部分に対して、こちらのね、赤いパーツ、というかクリアパーツですね。このパーツがここに入り、もものところに対して、こちらのね、赤パネルがここに入りますよと。ただこれに関しましてはね、ザクって入るっていうよりも、こちら側とこちら側のね、くぼみに対して、カチッとね、引っ掛けるイメージでつけますんでね、そこの部分十分注意しながらね、こんな感じで入れてあげますよと。で、これができたら先にここに対して、こいつですね、このちょっと細いね、この字のパーツをここのところにズボッとね、差し込んでセッティングしてあげると。こんな感じ。で、これがセッティングできてから、このパーツですね、膝パーツをここのところに入れてあげると。これがですね、先に入らないと多分入れることができなくなると思いますんでね、一応十分順番にね、注意しながら入れてあげましょう。結構全体的に硬いでね、破損注意ですね。はい、こんな感じで入れたと。で、これができましたら下ですね、このようにね、突起がありますんで、そこに対してこのパーツがね、ズボッと入りますよと。こんな感じですね。はい、これで入ったと。で、これで足パーツのね、ベースができたので、足首パーツを作ると。足首パーツはこのパーツとこのパーツですね。これ二つを重ね合わせたベースを作ってあげて、上のところにこちらね、グレーのパーツをここに入れるよと。で、この時向きですね。それが決まっておりますので、一応把握しながら入れると。こんな感じでね、ここに入れましたと。で、これができました。前面部分に対して、こちらの黒いパーツがここに入るよと。これもね、全体的にちょっと硬いんですよね。で、抜ける危険性がありますんで、十分注意しながらね、つけるのもそうなんですけど、外れるね、可能性があるんであれば、事前にね、接着した方がいいかなと。で、あと、底の部分に、こちらの金色のパーツを組み付けてあげれば、これでね、足首ができたので、あとはこいつをね、組み合わせてあげれば、足が完成すると。で、ここですね、刺すのがちょっと大変だと思いますのでね、十分注意しながらつけてあげれば、これで脚部パーツができたという風になりますので、作っていないね、左の部分、ささっとね、作ってしまいたいと思います。はい、左の方できましたということで、今回最後にね、こちらのパーツ全部組み合わせて、一応ね、武装時モードを作って終了したいと思います。まずはももパーツをね、組んでおいた足パーツを組み合わせてあげる。で、あとはこいつをね、ここにつけると。その時にサイドアーマーというかね、これは横に逃げますんでね、こういう風に逃がしてあげた方が楽だと思います。まあ、こんな感じでつけていけば簡単にね、組み付けることができるという感じですね。はい。で、これが準備できましたら上のボールですね。ここの部分に対して上半身をつけると。上半身の付け方もね、いつもと同じなんで、そのままね、プチッとつけてあげれば OK。で、横にね、穴がありますんで、そこに対して腕をつけるよと。で、これつけるときに、とりあえず今問題なくつきそうだったんですけどね。ここの部分ですね。下手にやると、折れてしまう可能性がありますんでね、一応十分注意しながらつけていきましょう。一応気になるポイントとしてはね、こちらのね、ブレードとかですね、あとはここに組み付けてるこいつとかですね、この辺がちょっと破損する危険性があるのと、ここロールするんですかね、ここの部分が渋いといろいろね、後々影響出てきそうなので、組んでる段階でね、厳しい場合は事前にちょっとね、削ったりとかして調整しておいた方がいいかなと。
これで腕パーツもつきましたので、最後に頭部ですね。ちょっと表情パーツ入れておりませんけど、頭部パーツをね、ここにプチッと入れてあげれば、これでですね、武装時モードが完成ですね。で、あとは前だれとなる部分ですね。それに関しましては一応ギミック編の時にね、やりたいと思いますが、この金色のパーツですね。こちらを外して、中間にこいつをね、挟むような感じでつけてあげると、こいつをね、前に下げることができるというパーツになっております。はい。一応ね、こんな感じでね、表情パーツ入っておりませんけど、前回ね、作りました素体とはね、違いましてね、単品でこれが仕上がるんで、これはこれで良かったかなと。それ以外ね、まだちょっとね、武器パーツ作っておりませんけど、これだけでもね、十分高い完成度じゃないかなと思いますね。ただ実際作ってみてやっぱり感じたのは、今ね、サイドアーマーから下がっているこちらの赤いやつですね。これを取り付けるための穴ですね。これがちょっとね、狭くなってたので非常につきにくいと。頭部パーツも同じですね。今下がっておりますけど、このワイヤーパーツをね、取り付けるための穴ですね。これがちょっと渋いんでね、ここの部分がぴったりとね、はまるような感じだったらもっとね、ストレスなく作ることができたのかなと思いますね。あとはこのね、ワイヤーですね。これに関しましても、後ろも同様なんですけどね。長さの指定がないのでね、これはまあ最低限、まあこれぐらいの長さかな、みたいなね、やつがちょっと欲しかったかなと。ただ、自由にすることもできるっていう風にね、なってた方が私としてはね、良かったような気がするんですけどね。まあ一応こんな感じでね、選択式ではありますけど、ワイヤーもね、こんな感じで付属しているんでね、この辺が楽しめる内容だったのはまあ良かったんじゃないかなと思います。はい。ということで今回ですね、中華製プラの JW021 ですね。こちらの方の武装モード。こちらの組み立てやっていきました。はい。ということで次回ですね。次回はですね、残りとなります武器関係ですね。そちらの方の組み立てやっていきたいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。